どうも、ロクロック組のエンタメラバーへようこそ。ロクロック組のケメロジとペチだ。ちょなやきことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。急なサバイバル生活に役立つようにモバイルバッテラーを注文しました。バッテラー、バッテラーだ。いらん。バッテリーだろう。あ、そっちか。ということで、ペンディングトレイン第5話直前考察のが、はい、ということで、前回のね、第4話では、帽子男の正体がね、まあ我々が予想した綱啓斗さんではなく、西垣翔さんだったということで、うん、まあお叱りのね、コメントもたくさん来るのかなっていうふうに思っていたらですよ。はいはいはい。アンチコメントなんて一つもなかったですね。さすが。あとまだ綱子諦めてないから。あら、あれもうないでしょ。いやでもわかんない。そうとも限らない話が今日出てきちゃうんですけど。いいじゃない。はいはい。まあまあ、それは置いといて。はい、そのアンチコメント云々よりもその西垣翔さんの人気がとてつもなくてですね、うん、そう、まあ、西垣翔さんが出るなんて最高ですとか、西垣翔さんが出演するということでドラマとね、僕らの動画全部見ましたという方もいて、そう、さまさまですね、西垣翔。西垣さん、ありがとうございます。やっぱりだ、ドラゴン桜から人気出てね。いや、そうですね、めっちゃかっこいいからね。はい、で、本当にね、温かい皆様に支えられてるなというふうに実感したわけなんですけども、そんなね、西垣さんというか、まあドラマの中では過去側に関するね、面白い考察も結構いただいてましたので、うん、今日はこういったラインナップになっております。光る石がもたらしたこととは、5号車と6号車のタイムリープは時間差、過去側イコール北千住犯人なのか、この3本でお送りしていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、ではまずはですね、前回の4話でも出てきた緑に光る石についてね、鋭い考察が来ましたので見ていきたいと思います。ジュリさんですね。光る石は時空移動で何がこっちに来たりこっちから消えたりした時に光るのかなって、トンネル内で光った時イコールドリンク補充員、オーロラで光った時イコール田中が落としたペットボトルのキャップ、4話で直哉が見た時謎、ドリンク補充員は5号車ではないですよね、でも6号車から逃げてきたわけでもなさそうだし、ということで、まあね、緑にね、石が光った時に何かが時空を超えて未来に来てるのではないかという説ですね。なるほど。うん、まあ、もちろんね、今までもこの緑の石がタイムトラベルに関係しているのではないかっていうふうにはね、思ってたんですけども、割となんか具体的にというか、これが来たんじゃないかっていうのをね、おっしゃってくださってて、で、中でもね、この方のおっしゃるように、そのドリンク補充員っていうのがもしかしたらこの緑の石で来たんじゃないかっていう説ね、これはちょっと新しいなっていうふうに思ったんですけど。 お写真に載ってました。お写真に、そうなんだよ、載ってないんだよね。写真にも、どっちの写真にも載ってなかったし、やっぱそもそもね、そのドリンク補充員がね、ドリンクを積んだカートを持って朝の満員電車を移動するって考えにくいからね。確かに邪魔だね。邪魔だよね。そう。でもね、第1話の8時23分発の駅のホームにはいたんだよね。いたいたいた。そう、ちゃんといたことにはいたから、うん、だからまあ乗ってないにしても、やっぱペットボトルのキャップとかさ、男性が突然消えたのと同じタイミングで、そのドリンク補充員も駅のホームで消えて、石の発光により未来に来たっていう説もまあなくはないのかなっていうふうに思いますね。ちょっと言ってほしいな、でもな、そ確かにな。そうなんだよね。なんかだいぶ抽象的に、なんか水取られたしか言ってなかったから、その前にどこいたなとかさ、ちょっと言ってほしかったんだけど、原理的に5号車と6号車のあのところがパーンって行ったんじゃない。まあでもそうっぽいんで、いやまあね、そうっぽいんだけど、駅発信なのか5号車6号車発信なのかっていうか、あのトンネルが起点なのかわかんないよね、そうなると、ね、いやまあそうなんだけどね、そうなんだけどもっていうことだよね、多分ドリンク補充員があまりにも謎すぎるから、まあね、まあタイミング的にもなんかありえるかなっていうことだね、割と、まあ、ペンディングした直後に石が光って、で、そのね、後にちょっとしたら来たから、はいはい、うん、まあもしかしたらやっぱ石の効果で、あのね、男性も来たんじゃないかみたいな、うん、かわいそうだね。いやまあかわいそうだけども、まあね、難しいね。でも正直5号車6号車のリスト見たけども本当にいなかったんだけど、でもやっぱ完全に見えてるわけじゃないから、そうなんだよね。そう、だからそのね、見えてないところにいたっていう可能性もあるし、この方がおっしゃるように本当にそもそも駅のホームでパッて消えて石によってあそこに来たっていう説もあるし、まあシンプルにね、5号車か6号車に乗っていたっていう、まあどちらかかなとは思うんだけども、まあちょっとこのね、石の効果で来たっていうのは新しい説かなというふうに思いますね。だからね、その4話で直哉が光る石を見た直後にも、まあ、何かしらが未来に飛んできている可能性っていうのはあるかもしれないよね。そうね、あ、なんか今のところね、これといった何かが、来たわけではないんだけども、まあそれが次の5話で出てくるのか、まあそこちょっと注目したいところですかね。続いてはですね、ついに姿を現した6号車の面々について考察が来ています。チーズさんですね。6号車は5号車より先に時間差で飛んできたのではないでしょうか。いくら工務店のウエンツさんがいたとはいえ、運命栄えすぎな気はしました。とか、左側寄生虫さんはですね、タイムスリップして1週間弱であそこまで設備整うかな。5号車の人たちのように最初は現状把握と救助待ちになるだろうし、6号車は5号車よりも1ヶ月ほど前にタイムスリップしてきたってことはないですかね。ということで、なるほど、うん、いくらウエンツさん演じる工務店のね、上村がいたとしても、まあ、あそこまではならないだろうっていうことですね。
今のところね、その劇中の日が沈んだので判断すると、まあ、8日ぐらい経ってるんだよね。なるほどね、うんうん、でなんか加藤3日3晩看病したっていうセリフを考慮すると、まあ、それでもやっぱプラス2日で10日ぐらいになるので、ね、現状把握や救助待ちなどを考慮するとやっぱそこまではすぐに動き出さないだろうから、ね、まあ本当にね1週間弱ぐらいであそこまでの集落を作れるかっていうことですね。門みたいなのも作ってた。いや作ってたしね。だいぶ先にやることじゃない、門。いや確かに門なんて別にいらんしねそうそうそうっていうことも思うし、うん、結構いるのかもね。まあそうだよね。まあでも考えられるよね。ひろみさん。ひろみさん、八王子。ひろみさんはいないですよ、多分。まあ、わかんないけど。DIY。あ、まあでもそんな感じだよね。DIY。DIY。でも本当結構これ言ってる方がいて、そうやっぱ6号車先に来てんじゃないかっていうか、うん、まあ、正直これに関して言うと、まあ、おっしゃるように無理な気もするし、うん、いける気もするっていう、まあ、どっちもあり得ると思う、うん、正直、うん、そうだってさ、工務店勤務のね人物がいない5号車でもあそこまではなってるわけだから、はいはいはい、うん、そんな中にね工務店勤務の上村1人いるだけで、まあ、あそこまで行くっていうのも、まあ、無理はなさそうだと思うんだよね、はい、相当違うと思うから、あの人がいるいないだわ、うんうん、で5号車も割とねいいとこまでは行ってるというかさ、確かに集落とまではなってないにしても、うん、結構やってるからね、うんうん、あとはやっぱ前も言ったけど意外に鉄拳制裁なんじゃないかみたいな話したからさ、あ、はいはいはい、もうビビってめちゃくちゃ働くやつがいるんじゃない、あーまあでもね、うんうん、そういうのあるかもね。それこそいっぱい働いた人が食事もらえるとか、あー、ね、なるほど、競い合ってるとかで、うん、もうあんだけ出来上がったのかなとかね、なんとか主義、まあ確かにね、うん、そうだから上村のねその工務店勤務っていうのもありつつ、リーダー山本のそういったなんか統制が取れてるから、そうそうそう、より作業効率も上がってて、うん、あそこまでなってるっていうのは、まあ、無理な話ではないのかなっていうふうには思うんですけども、うん、まあでもね全然その先に6号車が来てたっていうことも、ね、まあ考えられはするから、ね、うん、となるとまあ5号車っていうのは時空をさまよってたっていう感じになるのか、1ヶ月間そこがさ、難しいよね。そうなんだよね、このルールが分かんないから、うん、なんかの作品で見たけど、その異空間に飛んでる時間が、うん、例えば10秒間だとして6号車が5秒先に着きましたと、はい、でその5秒後に6号車が来たってなると、異空間の中では5秒だけ ど、 あ、なるほど、現実世界では1ヶ月間っていうこの、はいはいはい、時間軸の違いっていう、うん、そんな感じ俺もイメージ的にはね、うん、ああはいはいはい、ペットボトルの蓋と同じような感じか、うんうん、はいはいはい、あのペットボトルの蓋も多分まあ、ほぼ同じタイミングで、まあ、5号車6号車あとペットボトルとか消えた人とか、うんうんうん、あれはもうほぼ同じタイミングでペンディングしたけども、だからその着順が違ったというか、そういうことはまああるかもしれないよね、うんうん、確かにね、飛ばされてるところはほんと誤差だけど、うんうんうん、現実の時間軸だと1ヶ月も先っていう設定とか全然あるから、あ、なるほどね、うん、確かにそういうのあるかもね、うん、本当にねここに関してはめちゃくちゃむずいし、うん、ここからねちょっと何が分かるのかなって考えてみたんだけども、まあ、別に早く来ただけっていうねところにはなってきちゃうかもなんだけども、まあそこにねそれこそねペンディングの仕組みというか、うんうん、なんかそれこそ現代に戻るヒントだとか、うん、その時間差っていうのがもしかしたら今後鍵になってくるかもしれないっていうところですかね、うんうん、はい、で最後はですね、そんな6号車の過去側について考察があるので見ていきたいと思います。ネルさんですね、石垣翔くんのファンで今まで見てなかったけどドラマとこのチャンネル一気見しました、気になる点を挙げますということでいろいろ書いてくれてるんですが、6号車に乗り込む犯人の歩き方や背格好が違っていて、過去側の上着とズボンは似たような黒ですが、監視カメラは上着の方が明るい色でズボンもデニムっぽいです。乗客リストの中で顔が映っていなかった人は4人なので、あと1人が本当の犯人な気がします。ヘアバンドと帽子使い分けてるのもよくわかりませんし、ですが加藤を刺したり田中に追いかけられていたのは過去側で間違いないと思いますということで、そう過去側イコール北千住犯人ではない可能性が出てきました。これはねその服の色とかに関しては以前からね少し言われてたことなんですが、そう確かにね北千住事件の犯人と思われる8時23分発の防犯カメラにね映っていた人物の上着のね服の色と過去側の上着の色はちょっと下手したら違うっぽいんですよね。なるほど、うん、過去側は上下ともに黒いから、もしね過去側がこの姿で防犯カメラに映っていたとしたら、防犯カメラの映像もねズボンと上着が同じ色のはずなんだよ、ね、うん、だから両方黒い風に映るはずなんだよ、はいはいはい、うん、でも防犯カメラの映像って結構その上着は灰色なんだよね、全然違くて、 なるほど、うん、なんでそういう風に映るのかってのが、まあ、正直よくわからないから、しかもですよ、まあ、この方ね西垣翔さんの大ファンっていうことなんで、あ、間違いない、そう、その方がね歩き方と背格好が違ってっていう風にねあったおっしゃってるので、今までね服の色違うっていうコメントは取り上げてこなかったんですが、やっぱこのコメントを見てちょっと信憑性が増したのかなというふうに思いましたね。すごいね、そのね乗客リスト、まあ、6号車かな、6号車の乗客リストに映ってなかったもう一人もう今3人出てきてるから、うんうん、そう、そのうちのもう一人4人目が実はね北千住犯人なのではないかっていう
可能性も浮上しましたね。なるほど。ちょっとじゃあ殺人鬼っぽいやつが2体いると。いやそうなんだよね。怖いですだから、そうもしね防犯カメラの人物とこの加古川が別人だとすれば、なぜあそこまでね姿が似てる人物がいたのかっていうのはちょっとよくわかんないんだよね。まあそうだね、もうこれはもしね本当に別人だったとすればもう本当偶然にはなってくると思います。まあそっちか、うん、何か意図があってあえてその時間に2人が乗り合わせたみたいなのではない気がするんだよね。なるほど、うん、どっちも包丁持ってて。まあそっか包丁持ってんのかどっちもとなるとね。そっか、そうだよね、となるとどっちも包丁持ってんのか。なるほどね。まあでも確かに加古川の相関図の説明とか見てもさ、うん、ある秘密を隠しておりとかさ、うん、果たしてその正体はっていうさ、うん、なんか隠してるじゃないかなり、うん、そうだね、うん、でこれで北千住の犯人でしたってなんない気もするんだよ、ね、うん、シンプルにはいかないのかな、うん、そりゃそうだろうって感じだよね。そうなんだよいや分かってるよってね、うん、だからそこをね下手したら裏切ってくる可能性はありますし、まあね、どこまでこの作品がそこまでその伏線系といいますか、うん、まあ裏切るね展開持ってくるかっていうのは、うん、じゃそのまま進みのそのまま進みのキスをすわなんとなく言いたいことがあるとかそうな。まあねちょっとここに関してはね、まあ、その防犯カメラのね色味が違ったとかうんぬんっていうのはもう本当にそういう仕様とかさ、まあね、全然ありえるからね、うんうん、難しいけどもでもやっぱ結構こういう声が多いし、うん、まあ一個期待しといてもいいよね。まあそうだね、いや本当そうなんですよっていうことなんで本当にもう言葉には出さないですがあの人の可能性もまだ生きてくるのかなっていうことですね。つなくん、あー言っちゃったよあまりにも言い過ぎてあれかなと思って言わなかったのにあの人のねマジ可能性が出てくるのかと。まあ分かんないよ分かんないですけど、うん、うん、まあちょっとしつこいぐらい言っときましょうか。はい、ということで次5話ですからね。本当に話が進むと、まあそういえばねあの時のあれとこれ繋がるんじゃないかなみたいな感じで、うん、割とね新しい考察もねこうやって出てきたりしてるんですが、そうなのでまあ今までね出てきた伏線などをまとめたその伏線まとめみたいなね動画もそろそろ作っていきたいと思いますので、なんかねコメントにどんな些細なことでもいいので気になること引っかかることとかあったらぜひ書いていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、では次はですね、第5話リアルタイム生放送でお会いしましょう。以上ドクドクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもよかったらチャンネル登録高評価お願いしますということで、スパク、はい、4話で直哉が光る石を見た後あの世界にあると意外と嬉しいものが出てきました。何でしょうか。藤岡弘、ああ意外とすごいいいかも